資料を手に建物を訪れるこちらの男性。倒産情報を調べる調査員です。すでに事業をやめられていらっしゃるような感じですね。なるほど。ここはプラスチック板の加工会社。倒産したとの情報を得て確認に来たのです。大家に話を聞くと、うちも何歳来たんだ。もう書類が来たんだよ。うち2回弁護士から書類来た。うわー、パソコンもこれ古っ。あれで国から、この会社は先月突然倒産したといいます。片付ける暇もなかったのでしょうか、事務所の中は物で溢れていました。夜逃げみたいな感じですね。他にも調査員が確認に向かったのは近所の金属加工の会社。ここは電車の部品などを作っていました。コロナ禍による鉄道利用者の減少で仕事が減るなどして倒産したとみられています。隣の会社で話を聞くと、社長さんからも、あ、されてました。で、多分取引先の人ともいろいろ喋ってたんで。あ、そうなんですね。夜逃げみたいな感じのことはないと思う。一体何が起きているのでしょうか。ここ2、3ヶ月急激に落ち込んでる会社が周り多いです。コロナの時に取り入れしてたところが。今日発表された先月の全国の企業倒産件数は758件。コロナ禍の中で企業支援のために設けたゼロゼロ融資、実質無利子無担保の融資でしたが、その返済が先月から本格化したことも倒産件数に影響しているといいます。コロナ禍で落ちた売上が、戻らないという企業もやっぱり業種によっては あるという中で、やっぱりそういうところでこう資金繰りが厳しいという。企業を支援する側もこの状況を心配しています。こちらの信用金庫では顧客である地元の中小企業から生の声を聞くため一社一社会社を訪ねています。そう、夏のセールが、はい、始まりました。こちらの卸問屋で聞かれたのはコロナ前に戻っていない現場の姿。飲食店さんですね、はい、少し元気にはなってきているんですが、やはりコロナで、流通が変わったというか、はい、取引がなくなってしまったお店さんも多くあるので。調査を行った中小企業の2割から3割ほどは融資の返済など資金繰りに悩まされているといいます。原材料上がって、借りたお金のその部分で利息とかが払ってくると、どうしても固定費ばっかり上がっていってしまうと、会社経営自体は、苦しくなってしまう。かつ、なんか人件費とか、月給含めた雇用の部分のアップって言われると、めちゃくちゃ苦しい、厳しいなって思うので。コロナ禍から経済活動が回復しても恩恵を受けられない多くの中小企業。物価高や人手不足で今後さらに倒産が増える可能性も出ています。